スイコ太郎と七湯王子正野、笑う門にはグリーンズ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はね、はい、スペシャルゲストに、はい、潜在意識 3.0 の著者、潜在意識専門家でもある、ね、はい、トモヒロミさんにお越しくださいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。な、心なしか2本目の方がキレイがいいですね、我々ね。さっきぼーっとしてましたけど、まあね、ちょっと、はい、あれは、はい、あのお蔵になったものだったんですけど、ちょっとシャキッと目が、ちょうどね、はい、東堂ひろみさんがその、はい、食と潜在意識というテーマで、はい、ワークショップを、はい、されるということで、その、ね、牛と小虎の試写をしてウサギとウサギとトラとウサギの茶飯事手をごめんなさい。ごめんなさい。大丈夫ですか。そのなんか何性格は何だっけ。ウケてる。ウケてる。ウケてる。どっから牛出てきたんですか。どっから牛。トラとウサギの茶飯事っていうね、今日イベントしました。今日僕らね、まあ、あのグリーンズね、トラウサです。通称トラウサ、トラウサっていうお米屋さんで、ね、境にある今日はイベントさせていただいたんですけど、はい、まあ明日も僕らグリーンズなんだけど、はい、その次の日がね、そうですね、ヒロミさんが食と潜在意識という、ね、ワークショップね、ワークショップをやられるということで、はい、今日ね入られて、はい、そうですね、まあ、せっかくならそうです、ね、食と潜在意識、はい、でもう一番興味ある本当ですか。まあでも興味はありますけど、食と潜在意識ってやっぱり興味ありますよね。一番興味あるよ、ね、一番だったんですね。まあでも興味はあります。確かにどうつながっていくのかっていうのがね、すごい興味津々、教えてほしい食と潜在意識の関係。ぜひちょっとじゃあ軽くちょっとね、まあ食と潜在意識とはどういう、そうちょっとさ走りを、はい、そのどういうワークショップなのかっていう走りをちょっと、ね、庶民たちにお裾分けし、イベントに参加できない庶民の人たちに、ね、なんか日常にヒントがありそうです、うん、日常をなんか活かせるもの、ね、うん、そうですね、はい、まあ、お米屋さんでやるので、はい、まあ、お米を大体主体にしてお話をしようかなと思ってるんですけど、うん、はい、まあ、お米も食も毎日私たち欠かさず食べるものじゃないですか、はい、確かに、はい、その食べるものから、じゃあ果たして、まあ、その、まあ、ちょっと前まではね、なんかこう栄養を取ったりとか、はい、うん、3食食べればいいみたいな食べ方がね、でもそういう食べ方ではなくて、うんうん、やはり意識と食ってとてもつながりが深いから、はい、どんな意識で日々食べれば、うん、その自分にとって例えば心が満たされていったりとか、うん、自分が大切にすることができたりとか、うん、そういったものにこうつながりやすいんですね。で、潜在意識って毎日毎日やはりこうちょっとしたことの積み重ねが潜在意識に定着していくことになるので、うんうん、その潜在意識とその食は、食を通してその、うん、自分自身をまあ大切にしていったりとか満たしていったりとか、うんうん、そしてお米っていうもののすごいこう素晴らしさっていうんですかね、うん、これはもう潜在意識の DNA レベルでちょっと紐解いていったお話をしようかなというふうに思ってるんですね。日本人にとってのお米っていうのはやっぱり、ね、大事なものですし、ね、はいはい、やっぱり確かに今何を食べるかとか、うん、なんかそのどう食べるかみたいなのが、うん、確かに多い中に、どういう意識で食べるかっていうのはあんまり言われることないけど、そう気にしたこともないかもしれない。あの小林正観先生の本の中で読んだんだけど、怒った状態の息をそのお酒の瓶の中に入れて、そこにハエかな、なんか虫を入れておくと死んじゃうらしいのね、怒ってる息で。だからその意識状態が、そのどう食べるかって多分すごい重要だよね。同じものであっても、意識によって、そうですね、与える影響が変わってくるよっていうことなんですね、はい、うん、そうですね。だから食材がどんなにいいものであっても、それをどんな気持ちで食べるかによって、いい無農薬でもさ、はい、確かに怒って食べたら確かに結構台無しなんだよね。そうです。よくあの私は感情も食べてるっていう話をするんですけど、食べ物と一緒に自分の感情も食べてるので、当然怒ったら怒っているというそのエネルギーを一緒にいただくことになるんですね。食べ物とその時の感情が一緒にミックスされちゃうのね。そうです、そうです。いい食材も怒ったら食材の質がまあダウンするというふうに見えないんだけれども、そういう働きが起きてくるってことです。
こは意識したかった ね、 大事ですね、めちゃくちゃ、うん、で逆に言うと何かに怒ってる時はある種もう食べ物に意識が向いてないってことでもありますよね。あ、そうです、ただ多分流して流れ作業みたいになっちゃってますので、はい、味わうことすらしてない、はい、何か過去の出来事だったり、はい、何かに意識が持ってかれてる状態って言えば状態ってことですもんね。それ食べる時にどういうなんか間を持ったりするとあり方が整って食べれるんでしょうね。そうですね、まあ、一番はその自分が喜びから食べていくっていうことがとても大事で、なんか時間になったから食べるとかじゃなくてちゃんと食べたいっていう、はいはい、でも食べたいと思って食べるときってすごい喜びですね、そもそも。そうです、そうです、確かに、で何その時食べたいものを食べるって一番満たされる、はい、心も満たされる感じは確かにありますね、うん、そうですね、喜びって体に本当に与えるビタミンだと私は思っていて、だから食べ物を食べるときに本当にビタミン剤も一緒にその喜びとともにいただいて、はい、まあ、でも逆に、はい、うわ太っちゃうと思って食べてる人結構多いもんね。確かになんか ね、ついつい食べ過ぎちゃったみたいなこと、ね、うん、それって、はい、食べ物としても、うん、せっかくあなたの命になってあげるのに、ね、うん、太っちゃってなんて思って食べられてもなんて、うん、はいはい、食べ物もショックだよね、まあ、食べ物を食べ物話したことはないけどショックかもしれないですよ、ね、食べ物の立場になったらね、まあ、でもすごい本当に逆の立場やったら、はい、ショックですし、立ち直れないよね、うん、確かと、ね、やっぱり美味しく一体化していくわけですからね、うんうん、あとその意識でね、今の話で言うと、うん、その太っちゃうって結局不安から食べ物を自分の体に取り入れてることになるので、うん、そうではなくてやっぱりそこもこう太っちゃうと思って食べるよりも、あ、これを今日は今美味しくいただこうと思って食べていく方が実はバランスを取るんですよね、体の中で、ね、まだ起こりもしないことをイメージして不安でなるよりかは、はい、今ある種向き合うというか誠実にというか、その食べ物とも一緒に、うん、ある種対話のような感じなんですね。そうですね、だから未来と一緒で、うん、未来の不安ばかりの人って、うん、結局あ、こんなことが起こるかもと思ってるとそうなっちゃうことって多いじゃないですか、うん、そうですね、それと一緒であ、太っちゃうかも太っちゃうかもと思ってると、うん、食べてても結局太る方向に行ってしまうんです、意識としては。逆に食べ物は素直だから答えようとしてくるっていう意味、まあ、あと潜在意識がやっぱり素直だから、はい、それが食べ物に影響を与えていくっていう、そことうまく絡み合って、はい、影響し、あ、だから影響し合ってるんですね、すごく。そうです、そうです。食と潜在意識っていうのが、はい、すごいめちゃくちゃいい話なんですけどね、食と欠かせないですからね。やっぱり食って日常だから、本当ですね、本当そこのあり方変わると、うんうん、変わりやすいよね。あ、変わりやすいと思います、うん、本当に日々日々で習慣にもなっていくし、うん、当然その自分自身にすごくその時間を、うん、ちょっとの時間でも自分にこう気にかけている時間ができていくっていうことはすごく大きいですね。あの僕らのね、共通の仲間のフラダンスの先生の陽子先生がね、あの食べる前にまず寝てるんだ。食べ物があった時に、うん、ちゃんと目でてあげて、でその後に、はい、そのまあ陽子さんも、はい、あのひろみさんのファンだから、うん、その臓器との対話とか知ってるから、うんうん、まずあの食べる前に、うん、胃にあのお腹にこれから食べるよってご挨拶して準備してもらう、まず目でて、なるほど、まず体整えて、あの入るよってお伝えしてあげて、うん、丁寧ですね。そう、まあ俺もねちょっと結構、うん、はいはい、めでる間もなく食べ終わった。めでる間もなく。めでる間もないって本当そうですね。人がめでてるでも食べきっちゃうぐらいの勢いですもんね、うん、本当に。でもまあ食べ物からしたら、はい、そこまで私を求めて食べてるのってまあそういう気持ちも感じないではないけど。なんかすごいいいように捉えてますけど。食べ物に生きてみたいですけどね、うん、ちょっとね。でもめでるってまず。にまあ、体の中にご挨拶をして、はい、まあ、神社みたいな感じで、ね、それでなんか入ったらご挨拶をするように、うん、はい、あ、素晴らしいですね、素晴らしいですね。見るって結構その、うん、あの、うん、見る、丁寧に見るっていうところから入ると俺すごくいい気がした。ちょっと間を作れますね、その時点で、うん、間を作って、そうですね、確かに、うんうんうん、見るって感覚、食べる前に見るって感覚はないでしょ。ない。なんかめでるっていうのはなかったですね。まさにすぐむさぼっちゃう。むさぼりますね、正直。ガツガツ行きたくなっちゃう時は。お腹空いてたらもうね、見るってことはめでるですね。見て、体にこれから食べるよって。そっかそっか。この情報を伝えてあげるんですね。これ、
そのひろみさんは臓器の声が聞こえるわけだから、はい、その食べる前にお腹に今から食べるよなんて言われたら、お腹ってどういう感じになってくるんですか、OK みたいになるんですか。あ、もちろん準備万端みたいな感じで、ちょっと待ってみたいな時もあるんですか。ちょっと待って、あ、そうですね、食べ過ぎの人とかはちょっともうまだ続くんですかみたいな感じになりがちだったりとかするので、はい、挨拶した時に、うん、挨拶してすぐ食べるんじゃなくて、うん、挨拶したら、うん、お腹が何て言ってるかちょっと聞き取る間を入れた方がいいのかな。確かになんとなく感じるっていうのは、うん、あ、そうですね、面白いかもしれないですね、うん、そうですね、なんかその挨拶もそうですし、あと食べるものも例えば何か2つのうち選ぶんだったらどっちがいいって聞いてみるとか、お腹に聞くんだ、そうです、情報じゃなくて、そうだな、俺だって頭で選ぶと絶対ラーメン選んじゃう、はい、ラーメンとかね、うん、俺多分お腹は多分違うんだろうね。あ、そうだと思います、ね、頭で選ぶと絶対ラーメン選ぶ、はい、そうでしょうね、自信しか出さそうと思って、本当に揺るぎない自信感じます、ね、ラーメンかカレーライスか茶色だな、全部男子の好きだね、ま、間違いはないですけど、めちゃくちゃ美味しいですけど、うんうん、確かに、うん、そ, うか、それなんて聞けばいいの、お腹に、あ、どっちって言って、あとはもう自分のその受け取る感覚っていうのは、例えばなんかちょっとあったかい感じがした方がそっちかなとか、まあ、色で感じるんだったら色でもいいし、それはもう会話で、はい、色で出る時ある、出る人もいるっていうことですね、その人の特性というか、そう、個性があるので、受け取りやすい形が、はい、色で来たり、はい、音で来たり、視覚的なイメージで来たり、そうですね、丸バツで来たりとか、声っぽいので来たり、あ、それで思い出したんですけど、はい、僕初めてひろみさんのセッションを受けた時に、うん、まあ、すごい自分 の, ネタ、あの肌が全然変わったきっかけになったセッションだったんですけど、うんうん、その日のでつながひろみさんのおかげで自分の臓器とつながってる状態がもう直通な感じだったので、うん、その日の夜に僕の場合はイメージで、うん、ひろみさんセッションの時に、あのセッションルームで玄米茶を、ペットボトルの玄米茶を用意してくれたんですけど、はい、その映像がパッて出てきたんですよね、うん、で、なんでって対話したんですよ、うん、そしたらなんで玄米茶って言ったの、僕のにそんな言われるなんか大丈夫かって不安になるけど、うん、でもその時にそれは飲みたいっていうよりも、その時につながってくれた、うん、僕の声を聞いてくれた喜びを表すのは、そういえばセッションの時に飲んでたのがそれしか飲んでなかったので、うん、そのことを伝えてくれた感じがして、あ、すごい喜ん、あ、そんだけ聞いて嬉しかったんだねって、なんかすごい可愛くなってきて、おしゃれ上級者、おしゃれ上級者、おしゃれだった、今おしゃれの話してた、僕今おしゃれの話、おしゃれ泥棒、おしゃれ泥棒、おしゃれの話してたの僕知らなかったけど、すごいね、でもなんかそういう、でもその時はもうその日だったので、うん、多分聞きやすかった状態だと思うんですけど、はい、そう、僕の見たら視覚でなんか、うん、はい、メッセージを伝えてくれたケースありますよ、食と潜在意識ってひろみさんもっと深めていくとすごい重要あると思う、確かに食はぜひ、ね、あると思う、でもこれなあんまり実はそんなに多くやってるわけじゃない、なんかすごくやってるイメージがあったけど、意外と、はい、そうですね、今回私の中でも逆に当たり前になりすぎていて、改めてそのトピックというか、引き上げてもらったことでそこに話せることがたくさんあるっていう、自分でも気づきが大きかったですね、潜在意識に興味ある人って、はい、やっぱりある程度上級者だと思うの、あ、もうそこに興味ある、でも食はみんな関わってるから、か、うん、確かになんか食から入るのが一番早いと思うんですね、うん、そうですね、入り口がライトになりますもんね、うん、で試しやすいですし、分かりやすいですね、なんかその検証もしやすいし、あ、そうですね、うん、目にも見える形ですしね、うん、答え合わせもしやすいでしょうしね、うん、潜在意識にとってその食べる時に、はい、まあ、そのあり方っていうのは、うん、そのどういうふうに整えていくといいんでしょうね、例えばじゃあダイエットしたい人多いと思うんで、はい、その臓器たちにみんな協力してもらった上でダイエットしやすくなるため の、 その臓器への働きかけというか声かけみたいなのあるんですか、あ、うん、一番分かりやすいので言えば、うんうん、その少しの例えば量とかで十分自分が満足できるという潜在意識とその臓器がすごくこう連動してくれるといいんですね、うん、で そのためには例えば胃とかに、うん、ちょっと食べた時にこれでも満足だねって言って、うん、そうだねって言ってその思いを定着させていく、うん、なるほど、うん、はい、満足だねって言っちゃうのね、
あ、もうこれで満足だねって教えていくっていう感じですかね。そうすると潜在意識って繰り返していくと、あ、そうかって定着していくんですよ。それ結構痩せるかもしれない。そうですね、満足ってこういうことなんだっていうの。それ結構痩せる、はい、あ、痩せましたか。少量でって、そんな大事なことどうして今まで教えてないんですか。聞いてくださらなかった、聞いたこともなかったけど。でも確かに、そうかそうか。そうですね、だってこの前、はい、なかったですか、あの、はい、静岡の公園行った時に、はい、久しぶりに参加してくれた人が、はい、昔はスラーッとしてたのに今一番知りたい情報だったんですね。そうだったんですね。そんなこと言われたんですか。それは響いたんですよ、なかなか。刺さった、刺さった。結構ね、はい、意外とお客さんってね、はいはい、心ないコメントの人もいるよね。刺さってますね。結構痛みを伴ってる感じが。意外とそういうの思わず言っちゃったのかな。深く傷つける人カラッとね、そんなつもりはないんでしょうけどね。あまりにも違う、まあ、どの時代かにもよりますけどね。それ10年前と比べたらちょっとしんどいかもしれないですけどね。確かに。ということで、今一番知りたかったんですね、翡翠さんが。はい、でも確かに潜在意識っていう観点でそのダイエットを考えてもなかったですね。あ、そうですか。潜在意識が本当にあのその例えば少量でとか、あの変化していくと、あっという間にバランスよく痩せていくんですよね。その潜在意識にそれも言い聞かせるんじゃなくて、本当にそれはなんか満足しなさいじゃなくて、あ、そうですね、満足だねっていう風な感じなんですかね。それはまあ教えていけばいいということですね。教えていくんだね。そうか、はい、自分ですからね。まさに自分と対話をしていくっていうことですよ ね。私は今日この少量のこの量で満足できてるねっていうことを、はい、確かに。そうかそうか。まあ、素直でけなげだから、例えば焼肉とか行って、わ、今日も焼肉好きだけど、はい、焼肉ばっかだなっていう時は、その、はい、でもその肉ばっかって思って食べるのも良くないじゃない、はい、まあそうですね、まあ、意識が通って、はい、まあ、思いすぎちゃった。お腹にも一応負担になる時はそういう時、そういう時、いい謝り方みたいな、なんかいい思っちゃった時の対処法ですね。謝り方、肉ばっかりだなって思いと、ついつい思っちゃったと思う、うん、そういう時はお腹に対してどういう声かけするといいんでしょう。あ、もし食べてる時とか食べ始めだったら、うん、ストップをかけてって私なら対話をあらかじめしとくんですね。あ、もうそろそろだ、そろそろのところになったらちゃんとサインを送ってねって言っておくと、来る、はい、来ます。で、どういうサインが来るんですか。あ、やめようかなっていうふとした感覚が、感覚が来るし、はい、来ますね。はい、そうですね。面白い、さぼらなくて、うんうん、でそれお肉の時だけじゃなくて、あの食べ過ぎちゃう時は、あの今日の自分のこの状態で一番いいところでストップしてねっていうのを、オーダー食、はい、毎日やっておくとだんだんこうコミュニケーションが円滑になっていくので、一番いいところでストップかけてね。あ、そうですそうです。ただだんだん自分の体感の分かってきます。分かります分かります。この辺なんだなっていう塩梅が見えてきて、はい、なるほどね。それいいね。それいいですね。まあ、まさに体の声を聞いているので、適切な当然体重にも戻りやすくなっています。なるほど。もしかしたら最初はその聞き始めた頃は少しそのズレは出てくるかもしれないけど、慣れるまではやっていけばなんとなく、あ、この辺だなとか分かってくる。確信に変わっていま す、ね、はい、最初はやっぱりその癖とか習慣があるので、はいはい、そっちに引っ張られやすいんですけど、はいはい、毎日ただそれだけちょっと話しかけておくだけで感覚が変わってきます。それって本当自分を好きになっていく、対話して ね、友達になって、はい、好きになっていくよね。そうですね、うん、お願いするでいいんですね。そうですね、教えてって言っておくと、なんか信頼関係が、信頼がある感じがしますね、はい、任される方もなんかね、嬉しいですね、信頼されてる感じも。あとその臓器って記憶力、まあ、意識って記憶力を持っているので、はい、まあ、それも同時に使ってるんですよね。そうやって毎日言ってってあげると、あ、そうか、適切なところでストップをかけるっていうことを今度臓器が覚え出していくので、ちゃんと記憶をしてそれを言ってくれるようになってくる、サインを送ってくれるようになっていく。食と潜在意識は面白いですね。早速ちょっと意識したくなります ね、奥が深いですね。そうですね、これぜひちょっといろんなところでやってほしいですね。あ、そう、楽しみながらやってもらうのが一番、ね、いいので、ね、東京とかだったらミツル堂とかでもやってほしいですね。そうですね、ミツル堂に来ていただきたいんですけど。あ、そうですか。具体的に今名前が出ました。ミツル堂めっちゃいいじゃないですか。そうですね、思いを持ってやられてるので、ね、はい、そうですね、はい、空間もね、いいので、はい、でも本当楽しくやってると本当に不思議なんですけど、今度はもうそんなに食べなくて
でも満足ができるようにもなっていくっていう、本当に意識とその面白い巡りっていうか循環があって、はい、そのステージが待ってるんですね、はい、そうですね、はい、いやー、なるほど、ね、あ、そうそう、今日ね、はい、今日はい、おむすび、光のおむすびの石川善一先生の、あのワークショップをね、はい、グリーンズで一緒にやらせてもらった、ね、終わった後なんだけど、その体をすっごい優しく触るっていう、そう、シャワーの、ね、時とかもそう言ってましたね、めでてるってことですね、そう、優しく触るって言ってた、やっぱり、その、何かにしろ早いって言ってたね、今の人が、そうですね、スピードがってことですよね、確かに、間を大事にすると言ってましたね、あ、そうですか、優しく触るって早いし、流れ作業になってるんですよね、多くな、まあ、食もそうですけど、すべてこう流れていくように、いや、はい、本当、あの今食がもうトゥードゥーリストになってるよね、やらなきゃいけないリストになっちゃってる、ね、そうですね、そうですね、今食べなきゃみたいな感じになっちゃってるとか、そうですよね、確かに時間で食べちゃってることが多いです、幸せな時間だし、はい、味わう時間だし、本当ですね、一番幸せな潜在意識と会話する時間、そうですね、あ、でも、うん、食べる時にやっぱり、はい、その普段潜在意識と対話してない人って、はい、そのそもそもしてないから、はい、その時間ってなかなか取りにくいんだよね、でも食べてる時にちょっと、ね、はい、確かに感じてみてね、舌を感じてみたり、うん、目で、うん、めでてみたり、そうですね、その食べる時に、その体を意識していくっていうのはいいかもしれないですね、本当ですね、肌、あの歯ごたえとかね、あの、うん、食べる咀嚼音とかもありますし、ね、そうですね、やっぱりこう、うん、一番私もこう続くっていうことがやっぱり大事で、潜在意識も繰り返されるってことがとても大事なので、うん、それを思った時に必ずやっぱり食って毎日食べますし、うん、で、その3食のうち3食ゆっくり食べれなくても私はいいと思っていて、そのうち1回でもいいから、その時間をちょっと意識的に作るだけで、その積み重ねがものすごく潜在意識で響いていくんですよね、はい、うん、なるほど、いや、興味深い ね、食と潜在意識、これあの実はこのイベント、はい、あのアーカイブで、あ、見れるのね、音声アーカイブ、アーカイブ、ね、配信できますので、あの、うん、アーカイブは1ヶ月ぐらい残るんですかね、あの3月下旬ぐらいまでですかね、4月前ぐらいですかね、うん、まではあの、はい、アーカイブがで音声で聞けますので、多分この話を聞いただけでも相当面白いですし、 それがワークショップ、まあ、当日一緒にワークはできないかもしれないけど、興味持ってまた受けたくなったらどっかでね、 あるかもしれないですし、はい、意識、普段の意識が、食が変わりますので、ぜひ、はい、概要欄から ね、アーカイブの方も、あとあのね、はい、マサ君の、はい、マサフェスに、あ、そうなんですよ、第一発目でしょ、一発目、今年僕の開幕戦に、開幕の開幕エース、オープニング、開幕のエース、開幕投手です、開幕投手、いいですね、開幕投手じゃないですか、開幕投手響いてくれましたね、すごい響きました今、すごい響いてくれました、開幕投手じゃないですか、そうです、ね、あの僕の今年最大のワクワクチャレンジにマサフェスということで、5月、7月、9月、11月と、あの呼びたい、僕が呼びたい人を呼びまくるという、うん、イベントの第一発目、本当の一発目にひろみさんとのりさん、のりさんこさん、お二人をお呼びして、はい、あのお届けしますので、はい、まずは、はい、まさくんが歌って締めるっていうそこすごい面白いですね、はい、それもあり、うん、あると思いますので、うん、前に出てってほしい、前にもうマサフェスって言ってますからね、マサフェスなんだからさ、はいはい、遠慮してちゃダメなんだ、そうですね、うん、MC マサ、主催マサ、歌マサでいきますのでね、うん、ぜひあの、うん、5月、にまずやりますので、あの、はい、5月21日日曜日に、時間どれぐらいやるの、午後の、まあ、まだ正式確定じゃないですけど、1時から4時とか1時から5時とか、あの午後の時間で3、4時間ぐらいで明示で、うん、ね、2時間半はまさくんが2時間半結構尺取るね大塚だ、こんだけ大塚じゃないよ、だからすごい大塚のこと言うけど、僕行ったことない大塚だけは、あのだけじゃないけど東京の、あの、武蔵小山だったかな、ちょっと僕もあのアーケード街が有名とかなんですけど、うん、あの戸越銀座とか武蔵小山の間ぐらいのところで、あのすごくそこの場所まですごく素敵なんですけど、そこはまたおいおいまたお話しさせていただきますので、まさくんがね、はい、
菅鴨で歌う。菅鴨じゃないの、大塚でも菅鴨じゃない、そこに行っちゃうからみたいな。菅鴨で歌ってもいいけども、それはまた別件でね。楽しみです、ね、楽しみです。すごくワクワク、開幕戦、開幕総集、ワクワクする開幕戦ってね。戦、じゃあその開幕戦の抑えのエースはノリさんなんだ。開幕の、そうですね、ノリさんのさ、ノリさんいないけどここにそういうことになってます。まあもう呼吸でね整えてくれるので、その中でやれるのでね、もう2人にはもう存分に好きなことやってもらおうと思ってますので、最後俺が歌う、最後俺が歌うんで、そこだけは譲れないっていうね。まさかまさかで、ひろみさん気をつけてください。はい、まさかひろみさんのファンを全部根こそぎ俺の歌で持っていくっていう、自信はないですけどね。なるほど、全然自信はないですけど、まさか狙ってますよ、ね、要注意ですね。俺の歌で全部持っていくって思ってます、不思議と自信はないですけどね。全然自信はない。ぜひ持ってってください。俺あのゆうさんとよくイベントしてるから、はいはい、もうゆうさん歌ったら全部、ゆうさんはそりゃそうですよ、ゆうさんはプロですから。ゆうさんは本当に、いや狙ってゆうさんの立ち位置を7月ゆうさんも出てくれますけどね。まあ、ぜひいい仲間に囲まれてるね。いやおかげさまでね、本当にありがたいですね。まあぜひその辺の話をまたどっかでねゆっくりできるようと思いますので、ぜひまた今日はね、ひろみさんに、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。食と潜在意識、潜在意識ね、はい、改めて潜在意識 3.0、はい、まだ読んでない方、そうですね、もうぜひ、ね、あと LINE の方でね、ひろみさん LINE の方で毎週水曜日に、はい、配信してます。イベント情報とかセッションの情報とかもそこで、はい、まあ、配信されたりしますので、はい、ぜひそちらもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、翡翠小太郎と七井王子正と藤堂ひろみの笑う角にはグリーンズ、ありがとうございました。ありがとうございました。